どうも斉藤紳士でございます。さあというわけでね、2回にわたりやりました確定申告や税金のお話なんですけれども、今日はね、まあ、ちょっとそのなんで豆知識というかね、というようなものをちょっと紹介したいと思うんですけれども、よくね、私扶養外れちゃうからパート減らしてるのとかっていう人いるじゃないですか。103時間以内に納めないととかっていう人に、対してちょっとね、勘違いしてませんかというお話でございます。はい、まずその、扶養外れちゃうからね、仕事の量を減らしている自体がですね、これちょっと説明不足なんでございます。はい、どういうことかと言いますとですね、実は扶養にはですね、社会保険の扶養とですね、所得税の扶養の2つございます。はい、この2つの扶養というのは実は全く違うのに、混同している人が多いんですね、非常に。はい、だからまず社会保険の扶養、それから、所得税の扶養はですね、得する人も違うんですよ。はい、まず社会保険の扶養の方は、得するのは扶養してもらう人、扶養される側の人が得するんです。で、所得税の扶養の方はですね、扶養する側が得するんですよ。はい、要するにですね、社会保険の扶養っていうのは、扶養する人が厚生年金なら、扶養してもらう人の健康保険と年金の負担が0円になるんですよ、ね、でこれは、何円以内っていう壁ね、はこの社会保険の扶養に関しては130万円なんです。はい、で所得税の扶養の方に関してが103万円なんです。はい、これちなみにメリット何かというと、扶養する人の所得税が安くなるってことなんです。はい、分かりますかね、言ってること全然違うんですよ。103万円以内だから、控除から扶養から外れちゃうみたいなこと言ってる人いますけど、それはおそらく混同してるんですよ。130万円以上なければ大丈夫なんです。はい、で、ちなみにですね、103万円というふうに言ったのが所得税の扶養なんですけど、これもですね、細かい規定の方ありますので、一概に103万円以内だから大丈夫だというのも早勝手にしないように、お願いします。はい、社会保険で誰かの扶養に入りたければですね、給与年収130万だけを意識すれば OK なんで、103万円というのは関係ないんです。これを混同して考えている人が非常に多いので、豆知識としてちょっと頭に入れといてください。はい、あとね、会社に副業がバレるんじゃないかと心配している人いますよね。なぜバレるのかという理由なんです。普通に会社員として働いているのに副業をしている。そのお金が、なぜバレてしまうのか。きっとマイナンバーカードで調べてるんじゃないかなと思っているような人いると思うんです。違うんですよ。なぜバレるのかっていうのは、住民税なんです。はい。なぜ住民税でバレるかと言いますとですね、まあ、副業っていろいろ種類がございます。はい。例えばアルバイトをする、普通に勤めてるのと別でコンビニでバイトしてます。これはですね、給与所得ですよね。で、それ以外にもですね、株で儲けてる人っていうのは、譲渡所得ね、それから、配当所得なんて言います。はい、それからですね、事業所得、雑所得っていうのがあるんです。これが YouTuber とかですね、ブログとかですね、メルカリ、原稿料、仮想通貨とかなどで稼いでる人です。はい、これどうして事業所得と雑所得って分けられるかというと、それが継続してるかどうかで、あんまり継続してないと雑所得なんです。継続してるようだと事業所得になるというのを覚えておいてください。はい、で、不動産所得っていうのが、家賃で収入を得てる人ですね。はい、で、副業でも確定申告が必要な人っていうのはですね、アルバイトで給料を受け取ってる人はしてください。そして、副業の所得が年間20万円を超えている人はしてください。はい、という一応決まりがございます。でもちろん所得、ここでいう所得っていうのは収入引く、経費のやつですよ。はい、でちなみにフリマアプリね、メルカリなんかでめちゃめちゃ儲けているけども確定申告してない人って結構いますよね。あの人たちには罰則はないんですかという方に言いたいのです。例えば服を売っている、家具を売っているという人、服や家具っていうのは非課税なので、しなくても大丈夫なんですよ。それは覚えておいてください。はい、で副業が会社にバレる理由としまして、住民税です。はい、住民税なんです。実はこれね、どういうことかと言いますと、まず会社が従業員の給与っていうものを市区町村に知らせます。で市区町村が、じゃあそんだけなんだったらって言って住民税を会社にお知らせします。はい、で、住民税を従業員から会社が転引します。で、住民税を代わりに、ね、会社が、市区町村に、納めてくれるわけです。そのやり取りの中で、ね、
そんなに住民税が来るほどの所得がないのにドカッと住民税が来てると、あれ、あなたおかしくない、ここ以外にも給料もらってるの、というところからバレるんですね。はい、だからもし対策としましてはですね、確定申告するときに副業分と会社分の住民税を分けて発送してくださいと言いましょう。はい、で、確定申告 B というね、申告者あるんですけど、の右下部分のですね、住民税、徴収方法っていうのはですね、給与から天引きの方ではなく、自分で納付の部分に丸をしてください。そうすればバレずに済みますので、はい、そういうようなね、やり方もございますので、ぜひ頭の中に入れておいてください。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。